やあみんな。あ、ベロニカだ。相変わらず皆さん。60点ぐらいの顔してますね。え、俺は何点かって、そんなもん120。やめようかな、この挨拶。なんかね、やってるとね、すごい恥ずかしいんだよね。はい、今ね、もげてる亭に来てるんだけど、まあ今ね、いないのよ、本人が。まあなぜいないかと言うと、まあちょっと、君の家に用事があるからっつって、まあちょっと犬鍵借りて来てるんだけど、ちょっとね、なんだろう、ブーム自体ってか、そうだね、ブームはもうとっくの昔に過ぎてるんだけど、ちょっとどうしてもやってみたいなっていうのがあって、しょうもないドッキリ企画なんだけど、みんな知ってるかな、サランラップのドッキリ。ドアのちょうど顔がね、行く位置にサランラップをペーって貼って、入ってきたやつが顔がピシピシってなるやつなんだけど、あれ、実際、引っかかるやついいのと思って、ね、試す機会なんかなかったから、誰にこのもの仕掛けようかなと思って、あ、一人いるじゃんって思って、そう。それが、そもそもあれね、引っかかるやついねえと思うんだよね。絶対入るときにうって気づくと思うんだよ。ブーム自体は過ぎてんだけど、やってみよっかなと思って。っていうか、まあやるんだけど。おお。というわけで、はい、これ。これが、もげちゃんちやったやつ。これが、ルクの家にやったやつ。これが、はい。というわけで、二つあるんで、早速ね、貼っていきたいと思います。こんな感じ。わかるかな？わかるね。ここに、ガムテープ貼って、で、ガムテープ貼って、で、ラップピーってやったんだけど、玄関でやろうと思うんだけど、まあ、多分気づくと思うんだよね、これ。玄関のとこでガチャッと開けて、へっ、びっくりしてみたいな感じで、どうなんだろう、実際わかんないもんなのかな、みんななんか、綺麗にクリティカルヒットしたけど。というわけで、玄関に貼って、もげてるが帰るのを待とうと思います。では行こう、では行こう、では行こう。かわいい。で、なってほしいのよね、個人的にはね。かわいい。はい、というわけで、今もげちゃんから、もげてるからもう今から帰るわっていう連絡が来たので退出しようと思います。こんな感じでいいかな。これはもげちゃんには当然だけど言ってないからさ、素の反応が取れるんだけど、ちょっとこれでね、 YouTuber としてのね、あれも取れるかもしれないから待ちたいと思います。では行こう。見えた、月の糸。ちょっと何で、どうしたん、なんで避けるの。いや、だって見えたし。いや、まあなんかさ、そんななんか避けるか当たるかのどっちかかなと思ったんだけどな、当たって惜しかった。いや、当たったよ、頭当たったよ。いや、ブニューンって顔に当たる感じかと思ったのに、頭当たったけどな。顔顔顔てか、もう雨でびしょびしょやね。寒いわ。くそ、マジか。うまい。もうまだまだ YouTuber として甘いですよ。やんな、無理無理無理、避けるわ。もう当たるだなんてできないよ。無理だよ。一回さ、当たった時のリアクションも撮ってみるよ。しょうもない。うわーっつって、ええよ。やってみて、ええよ。はい、ただいまなんやねんこれ、舐めとんのか。はい、実際こういうリアクションを取る人は大体やらせだってことが分かりました。そういうことや。はい、はい、というわけで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ皆さん、またねー。